こんにちは、宮沢優です。今日はですね、皆さんに、ね、お得な情報を持ってきましたよ。クラス会議ってやつですね。皆さんクラス会議って知ってますか？クラス会議って言ったらなんかこう円になって、みんなでね、クラスでこう全体で円になってお話しし合ってね、なんかやってるとか、そういうイメージがどんな説明だって感じなんだけど、そんなイメージがあるんだけれども、僕自身実はやったことないんだよね。なんかイメージで言うとこう、しゃべり場、真剣10代しゃべり場って昔 NHK でやってたじゃないですか。あれ僕はあの番組大好きだったんでね、若手の先生も知らないのかな。 あんなイメージだよね。あんなイメージ、こうみんなでワイワイねこう話し合ってるっていう、そういうやつなんだけども、クラス会議が結構ね最近話題になってて、いろんなね学校、いろんなこう学級でこう導入されてるって言って、で僕もねクラス会議ちょっとやってみたかったなーなんてね、こう今になって思うんだけれども、まあ僕はちょっと退職しちゃったんだけどね。皆さんはまあ学校の先生されてると思うので、じゃじゃーん、太一先生のクラス会議っていうね本をねちょっとね僕読んでみました。でこれ読んでみたらね、クラス会議ってね素敵だなっていうふうに改めて思いましたので、やったことないんだけど思ったので、ちょっとね触りだけでもね皆さんにちょっと紹介したいと思います。もしねクラス会議っていうのをやったことない、あるいはちょっと言葉ぐらい聞いたことあるんだけどみたいな方ね、ちょっと聞いてもらえたらね嬉しいなと思います。じゃあちょっとね読みますよ、触りだけね。本当にね、クラス会議とは、子供全員でクラスの問題を話し合い解決策を考える会議です。会議なんだって。会議なんだね。アドラー心理学に基づく学級経営の方法で、週に1回行うだけで共同体感覚が育まれ、クラスの雰囲気が劇的に変わります。本当か？本当だよ。週に1回行うだけでクラスの雰囲気劇的に変わるんだって。もうそんな魔法みたいなことあったらね、もう僕やりたくなっちゃうよね。もうすごいね、アドラー心理学に基づく、なんか難しい言葉出てきたけどね、アドラー心理学って言ったらあれだよね、アドラーの心理学だよね。あと共同体感覚、知らないぞこの言葉ね。共同体感覚なんか書いてあるわ。所属感、信頼感、貢献感などで構成されています。よくわからん。でクラス会議をすると結局ね、どういういいことがあるのかっていうのはね、3つ書いてありますね。1つ目、クラスの問題を共有できる、2つ目、個人の悩みに寄り添える、個人の悩み、3つ目、行事の出し物や内容を決められるっていうことでね、こういう良さがあるんだって。ちょっと見ていきましょうかね。1つ目、クラスの問題を共有できる。まずクラス会議では子供全員でクラスの問題を共有することができますね。そういうふうに書いてありますね。まあクラスの問題って言ったらいろいろありますよね。そうだな、給食の準備が遅いとかさ、誰々ちゃんと誰々ちゃんが喧嘩しちゃったとかね、まあまあいろんな問題があると思いますけども、その問題を共有できるんだってさ。でさらにその共有した上でみんなで解決策も考えることができるんだって。解決できたら最高ですね。2つ目、個人の悩みに寄り添う。ここはちょっと意味わかんない、クラスの問題じゃないの？クラス会議って個人の悩みに寄り添うってどういうことだ？あとね、こんな風に書いてありますよ。子供は家庭や家族の悩みを持っており、これらもクラス会議で解決策を考えることができます。ちょっと待って、子供のプライベートな悩みをオフィシャルなクラスの場で話し合うっていうこと？そういうこと？どういうことだ？教師がアドバイスをするのではなく、同じ目線の子供が解決策を考えていくことに大きな意味があるのです。あ、なるほどね。なるほどなるほど。これは確かにそうかもしれない。教師がこう、授業とか算数とかでね、問題、答えとか考え方を教えても、ちっともね、子供は分からないのに、子供が子供に舌足らずな説明で、説明したときは、あ、そういうことかって、こう、ピカーンってこう、ひらめくことってあるよね、なかなかね。最後3つ目、行事の出し物や内容を決められるっていうことでね。クラス会議は行事の決め事にも有効です。運動会のリレーで走る順番や応援合戦の内容、学芸会のダンスなどが決められます。クラス会議では行事の企画、運営、振り返りができるのです。っていうふうに書いてありましたけれども、これちょっと僕意味わかんないな。だって円でしょ？円で喋ってるでしょ？円で喋ってるっていうことは、なんかざっくばらん適当に思いついたことをポンポンポンって話し合ってるっていうことじゃないのかね。今言ったそのリレーの順番とか、なんかこう学校行事系のことっていうのは結構きっちり、なんか考えていかなきゃいけないんじゃないのかね。それはね、これがクラス会議でできるっていうのは僕ちょっとさっぱりイメージが湧かない、イメージが湧かないので、もっともっと僕は知りたいんだけれども、実際にやったことないしね、ちょっと困っちゃってるんで、なんとですね、僕太一先生に連絡しました。そして太一先生に、太一先生、クラス会議のことよくわかんないで教えてください。
ださいっていうのをお願いしたらね、太一先生がいいよっていうふうに言ってくれました。じゃあ今度ね、僕ウェビナーを行いたいと思うんで、ウェビナー太一先生講師でお招きして、太一先生僕のウェビナーやってくれませんかっていうふうにお願いしたら、いいよっていうふうにね、即答 OK いただきましたので、なんと宮沢優衣教育研究所第10回ウェビナー講師深見太一先生、タイトル達人から学ぶクラス会議入門ということで開催したいと思っております。クラス会議ね、知らない人、やったことない人、もっといいクラス会議をしてみたい人、学生さん、若手の先生、ベテランの先生、もうね全員 OK、 オール OK、 来るもの拒まずみたいな感じでねやっていきたいと思います。宮沢優衣教育研究所主催の講師としてウェビナーをやってくださいます。お前何してんだ、宮沢お前何してんだっていうことだけれども、僕もね皆さんと一緒に参加者、聴講生として一緒にねこうやってお勉強させていただこうと思っております。全部太一先生丸投げみたいなね感じでやっていきたいと思います。で今からですね、その講師の太一先生の紹介と当日の内容、日時など少しね最後紹介させてください。まずね、講師の深見太一先生というのはもともと公立の小学校愛知県で働いておられて、その後退職されて、多分ね僕と同じ時に、退職されてですね、その後愛知県の私立の小学校、瀬戸ソラン小学校というね小学校に働き始められました。当日の内容なんだけれども、大きくねこの3本柱でいきたいと思います。1つ目が理論、2つ目が実践、3つ目が質疑応答ということで、理論っていうのはクラス会議ってどういうもんなの、どういう準備したらいいの、そして当日どういう風に一体回していけばいいの、担任としてっていうことですね。このあたりを詳しくお話しさせていただきたいと、お話ししていただきたいと思っております。で2つ目の実践なんだけれども、これ実際担任の先生も体験した方がいいと思うんだよね。なので参加者でみんなで小部屋ね、ブレイクアウトルームってねズームで言うんだけれども、この小部屋に分かれて実際みんなで1回クラス会議を体験してみようと、これ最高じゃないですか。日本全国つつうらうら、講師もバラバラの先生たちとクラス会議を実際にやってみる、この経験っていうのはもしかしたらもうこれ逃したらね、もう金輪際訪れないかもしれないので、超貴重、いろんな先生とね友達にもなれるかもしれないですね、わかんないけどね、それはね。で最後ね、質疑をといろんなね疑問出てくると思うので、大地先生にねもうその質問も真正面からねぶつけていただいたらいいかな勝手に言ってるんだけどいいかなっていうふうに思っています。で日時なんだけども、6月6日日曜日朝9時から11時2時間だけねやらせていただきたいと思っております。午前中で終わるので、午後はねまた遊びに行けますね、 OK ラッキーみたいなね感じです。チケットのご購入はこの概要欄の方にね、あのサイトの URL 貼っておりますので、そちらからねよければ覗いてみてください。またですね、先ほどご紹介したこの太一先生のクラス会議っていうね、この本のご購入の URL も貼っておきますので、ウェビナーまでにちょっと予習したいよなんていう方はね、よければね読んでみてください。はい、ということでね、記念すべき第10回ウェビナーの講師はですね、なんと宮沢じゃなくて違う先生にやっていただくというね、なんとも無責任ウェビナーを開催させていただきたいと思っておりますが、僕これとっても素敵なことだと思いますね。学校の先生は橋であるなんてね、僕いつか名言をね先輩からいただいたことありますけれども、僕が全部ね動画でねこうずっと喋ってる必要ないと思うんですよね。僕なんかより素敵な先生、僕なんかよりね知識や経験を持ってる先生ってこの世の中にはもう5万とおられるんですよね。その先生たちと皆さんをつなぐような橋になりたい、そんな存在に、ね、なりたいと思っております。それでは6月6日日曜日お待ちしております。楽しい会にしましょうね。それでは今日はこの辺でありがとうございました。さよなら、バイバイ、チケット買ってね。